皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギの勧めやってまいりたいというふうに思います。198回目、前々回ちょっと回数間違えちゃったんですけどすいません。前回前々回とアコギのこの部分ですね、指板の話をしてきました。コードを弾くにしてもリードを弾くにしてもですね、非常に重要な、ね、ところになってくるという話をしました。で、指板材っていうのも大きく2つに分かれるというのも話しましたね。一つはこの高見のシングレットにもあるようにですね、ローズウッドですね、あるいはこのヤマハのですね、LA にも付いているようなエボニー材ですね。左手にエボニー持ってます。右にはローズウッドの指板ということなんですけれども、この2つの材があるからにはいろいろと理由があるんじゃないかなと思います。グレードの違いだとかもあるでしょう。演奏性の問題、プレイヤーの方の好みというのもあるんだと思います。まあ、そういったことでね、アコギのエボニー指板とこのローズウッド指板、どのように使い分けるといいのかなというのをですね、僕の考えも含めてね、話をしていきたいと思うんですよ。まずはですね、ローズウッドの指板ですね。ローズウッドの指板っていうのはもう指板としてはもちろんスタンダードな指板になりますよね。廉価版だろうが、いわゆる高級機種だろうが、割と幅広く使われていることが多いという印象です。普通ローズウッドっていうのはサイド材、バック材で使われることが多いんですけど、じゃあ演奏上ではどうなのかってことなんだけど、ローズウッドっても結構重たい材なんだけど、後で紹介するエボニーよりは重くない材だから、ヘッド側に寄ったりしないで、比較的安定したものがあるんじゃないかなとは思いますね。コードを押さえるプレイ、例えばコードストロークとか、みたいな感じでも十分大丈夫ですし、アルペジオとかね、もうこういうそのプレイであっても全然違和感はありませんよね。ただしですね、エボニーみたいにツヤツヤ感がなくてカサカサした感が強いというんですかね、リード弾きやるときなんかでこうスライドかますじゃない、どうしてもこう引っかかりが出ちゃうんですよ。リード弾きを中心にしている人なんかはちょっとやりにくいのではないかなとも思うし、アルペジオの中にもこういうスライドなんか出てくるんだけど、こういうのをかます時なんかはちょっと違和感があるかなという気もする。こう例えば弾き語りをやる時なんか、あんまりこのスライドなんてそうそう出てきませんから、どっちかというと弾き語りとかね、バンドの中では例えばギター持ってボーカルをやる人とか、いわゆるこうテクニカルなことをあまりしないようなね演奏になってくると、全然ローズウッドでも十分ということですね。前回前々回の動画で随分話はしましたけれども、最高級の機種に使われることですね。で、非常に硬い材だし光沢もあるみたいな話しました。黒いですね、ローズウッドと比べれば。ただね、重たい材だから座った時はそんなに分かんないかもしれないんだけど、立奏したりすると分かるんだけど、ヘッド側の方にちょっと傾きやすいっていう傾向があるので、ね、重厚感がある。コードを中心とした演奏、ストロークなんかを、あとはアルペジオとか、でももちろんローズウッド同様いけます。ただここから先はちょっと違って、さっきも言ったけどローズウッドと比べると黒くて光沢があるんですね。そういった意味でですね、やっぱりこう滑りがいいんです。リード弾きでスライドをかます時全然違う。なんかこれ癖になっちゃうんですよ。
なんていうのも十分いけます。少なくともロブズッドよりはかなりその使える方の幅は広いんじゃないかと思います。弾き語りとかね、ボーカルとギターでやる人とかそういった方にももちろん十分いけますし、それに加えてメロディ弾き、誠に技巧的なギターを弾く方にとってはエボニーが一番ですよね。改めてまとめてみますと、弾き語りとかボーカルギターでやる方にとってはもうローズウッドの指板でも十分だと思うし、あるいはいろんな演奏の幅にね対応したいという方にとっては、まあ、このエボニー指板っていうのが向いていると。ことにリード弾きとかね、こう技巧的なこうテクニックをやるという場合はねそうかなと思いますけれども、さっきも言ったけど好みの問題もあるんで、まあ、なんとも言えないんですが、結局は使い分けなのかなとも思うんですけれども、この指板の2つのこの違いというだけでもね、いろんな演奏の違いというのもね細かくですけど出てくるなと。違いがよく分かんないよという方もいらっしゃったと思うんで、少しでもですけど参考にでもしていただければなと、そんな風に思います。また次回の動画でですねお会いしたいと思います。大堀123でございました。それではさようなら。